砂と桜山本周五郎作堀の洋品雑貨店磯野の息子が嫁をもらった息子の名は五郎年は二十四町の人たちは五郎さんと呼んでいた嫁はゆいこといい年は二十一歳この町から四キロほど川上にある 篠崎のもので実家はかなりな地主だと言われていた五郎さんはおとなしい将軍であった背丈は五尺一寸くらい痩せていて顔は青白くいつも手指の爪をかじる癖があった家族は父と彼と12になる妹の3人で姉が1人いたが何年も前に よそかし、その根家の人たちと一緒に北海道へ移住してしまった母親は長く腎臓を病んだ後この年の夏に亡くなりそこで急に五郎さんの結婚が繰り上げられたのであった結婚式はかなり派手に行われた披露の宴会は山口屋の大広間を使い 招待された客は町長はじめ24人皆旦那衆と呼ばれる人ばかりでお引き物の折りめには目の下尺二寸の鯛が入っていたという招待されなかった消防組長の和二級は腹立ち紛れに酔っ払った挙げ句日の宮ぐらい捕まって暴れた あの宴会をぶち壊してくれるだ」とワニキュウはどなったそうである。これからだんだんに上へ登っていっててっぺんまで登っていってなすりばんを鳴らしてくれるから見ていろ。誰も止めるな。おっぽといてくれともどなったそうである。今俺がすりばんをたたき鳴らして 宴会をぶっクして町中をひっくり返してくれるだから誰も止めるものはなかったこういう興味深い見物を途中で止めるようなおせっかいな人間は裏カスには絶対にいないのである彼らは輪ニを遠巻きにしてゲラゲラ笑ったりけしかけるようなことを言ったりした ワニキは懸命にはしごをよじ登ろうとするが23段登るとずるずる落ちまた23段登ると落ちてしまうので倍増し腹を立てた悪いいてずれだと彼は怒鳴ったいい加減にふざけろ彼はなお飽きずに努力したが どうしても二三段より上へは登れなかった。よせと彼は片手で何かを払いのけるような動作をした。よせったらなあこの野郎バチバラすぞ。それから力尽きてはしごの桁へ腕をかけ全身でもたれかかって眠ってしまい知らせを聞いて駆けつけた妻女によって。 家へ連れ去られたのであったこうして山口屋の披露宴はことなく終わり五郎さんと花嫁とは客たちより先にうちへ帰ったここまでは五郎さんの運命はほほ笑んでいた彼自身は高等小学校しか出ていないのに花嫁は東京の女学校を卒業していた 彼が貧相で見栄えのしない男ぶりなのに反して花嫁はかなり器量良しであり東京の女学校を卒業したという一種の誇らしげな匂いを身につけていたおそらく五郎さんは自分の幸運を喜んだであろう揚げ幕で初舞台の出を待つ役者のように 喜ばしい不安のために胸を踊らせていたことだろうと思うが、運命はそこで微笑みを消しまるで五郎さんに向かって舌を出すようなことをやってのけた。新婚の寝間へ入ると花嫁は自分のヤグの周りへぐるっと砂をまいた。 砂は用意してきたものらしい。目の細かい麻の袋に入っていい。花嫁の結子はその袋の口をすぼめて、枕元から左回りにぐるりっと砂のバリケードを作ったのであった。五郎さんは腑に落ちない顔で見ていたが、すっかり砂の線が出来上がり、その線に囲まれたヤグの中へ。 我が新婚の花嫁が寝てしまってからも、やはり腑に落ちないことに変わりはなかった。それは何ですかと五郎さんは聞いてみた。何かのまじないですかまじないなんかではありません。と花嫁は答えた。お母様の藻が開けるまでは、こうして寝るようにと言われてきたんです。 五郎さんはちょっと考えてから穏やかに聞いた「いつ亡くなられたのですか誰が?と」と花嫁の方で聞き返した「お母さんですよあなたが今お母さんのもが開けるまでって」「うんうん?と」と花嫁は東京の女学校を卒業したにおいのする発音で 五郎さんの言葉を遮り生真面目に五郎さんを見つめながら言った「私の母はお式にもいたし披露宴にもいたし私たちと一緒にここまで来たじゃありませんか」「ああそうか」と五郎さんは言った「私の母はあの通り丈夫ですよ」 失礼しました」と五郎さんは言った。ではあなたの言うのは僕の母のことですね。おやすみなさい。と花嫁が言った。おやすみと五郎さんが言った。どうもありがとう。自分の亡き母のことを思ってくれたので一応感謝の気持ちを。 表したのだが「藻に服する」などということは昔話のほかに聞いたこともないしヤグの周りに砂の魔事の線を作るということ自体に一種の危機といった風なものが感じられて五郎さんとしては多少ならず京ざめであった本当にそんなことが。 あるんだろうか。五郎さんは不審に思ったけれども男女間の機微に触れることなので父親にはもちろん親しい友人たちにも聞いてみるわけにはいかないそれで結子が里帰りをした日彼は寺の住職のところへ訪ねていった大聖寺は浦粕町から東北東へ 3キロばかり行った田んぼの中にあり住職は某宗教大学を出たインテリだと言われていた「そういう話は聞いたことがないなあ」と住職は笑いを浮かべながら答えた「僕過分にして知らずと言ったところかなあ」「しかしもういいじゃないか」 寝床の周りへ砂をまくことですがそんな習慣もあるんでしょうか?」。「知らないねえぞっとするねえ」と住職は答えた。そんな風に寝床の周りへぐるっと砂の線を引くなんていうのは聞いただけでぞっとするねえ。しかしまあいいじゃないか。 五郎さんはいくらかむっとして何がいいのかと反問した。すると住職は指を折って日を数え、あと20日ばかりで君のお母さんの門を開ける。20日ばかり待つだけだから、まあいいじゃないかと答えた。ああ、そうですか。五郎さんは納得した。 するともう七十五日なんですね。いろいろあるがね亡くなった人の魂は七十五日その家の軒先を離れないということがあるからまず一般の例では七十五日だろうね。五郎さんは礼を言って家へ帰った。 正確に数えてみると物を開けるまで19日あったそのくらい待てないわけではない五郎さんは気を紛らわせるために精を出して働いた結子は家事に慣れない様子で飯の炊き方もうまくないし拭き掃除や洗濯なども時間ばかりかかってとんと片付かなかった 五郎さんの妹は十二歳になるのでもう男よりもそんなことに目がつくらしく父や兄に向かってしきりに兄嫁の非難をした「うちのことができないならお店へ出ればいいじゃないの」と妹は言った「どうしてお店へ出さないの兄ちゃん」「うるさいぞ余計なことを言うな」と五郎さんは叱った。 嫁に来たばかりですぐにそう何もかもうまくやれっかお前だってよそい嫁に行けば当座はへまなことをするんだみんなそうやって慣れて行くんだへっこんでろアマ結子は毎晩ヤグの周りに砂の柿を作っただんだん口数が少なくなり顔色もさえずいつもひどく疲れ果てたように 動作がぐったりと重たげに見えまた夜も熟睡ができないようであった自分でももが重荷になってきたんだな五郎さんはそう推察し心の中でカレンダーがあと3枚になったことを確かめたそうしてその3枚目も剥がれてつまり76日目の夜になった時 結子がやはりヤグの周りに砂書きを作るのを見て五郎さんは満着されたような気持ちに襲われた「もう昨日でもう開けたよ」そう言おうと思った口まででかかったのであるが五郎さんはそれを飲み込んでしまった急に男の意地といったような 堅くなな気分がこみ上げてきて、き勝手にしやがれと腹の中で怒鳴ったそっちがそうするならこっちもこっちだ知るもんかと彼は腹の中で続けて怒鳴った七十七日目の夜も同じ次の夜も同じという具合で砂書きは夜ごとに作られ 五郎さんはビールを飲み始めた御園から四軒置いて四丁目という洋食屋がある店先にかけるのれんにはただご洋食としか書いてないが土地のものは四丁目と呼んでいい蒸気菓子の根戸川邸とは格の違う本式の洋食を食わせると言われていた主人はいかにもコックらしく 白い上っ張りに前かけ、頭にも白いキノコ型のコック帽をかぶっているし二人の若い女給もきちんとエプロンを羽織っているというふうで客が酔って騒いだりすると主人のコックが出てきてつまみ出すと言われそのためかどうか若い衆といわれる人たちはほとんど寄りつかなかった。 五郎さんはその四丁目のみに行き、それからは毎晩店を閉めるとすぐ飲みに行った。こういう状態が長く続くものではない。藻が明けてから六十一日目かに、結子は篠崎の実家へ帰った。ちょっと行ってくると言って出かけたが、そのまま戻らず、三日ほど間を置いて、 ナコードが来た家父に会わないから離婚したいというので五郎さんも五郎さんの父親もあっけに取られた誰がそう言うのかと聞いたら嫁の結子がそう言って聞かないのだとナコードが答えた「そんなあべこべな話は受け負れねえなあ」と五郎さんの父親は言った。 家父に会わないとはこっちの言うことだべが、嫁の方から家父に会わないなんぞと言われては筋が立てねえべ。そんな話は真っぴらごめんコウモルだよ。ナコードはもっともだと合点して帰り、それから数回両家の間を往復した後、五郎さんの方で家父に会わないから離縁した。 という名目を立て正式に離婚が決まると結子の荷物もきれいに篠崎へ戻された町の人たちことに五郎さんの友人たちはこの離婚に不信を持った友人たちはこの結婚に嫉妬と繊望を感じ五郎さんとの付き合いも疎遠になっていた言うまでもなく 花嫁が器量よしで東京の女学校出身者であることが彼らの庶民的な生活感情を刺激したのであってそれが半年も経たないうちに離婚したとなるとかつての羨望や嫉妬が今度は激しい疑惑と詮索欲とに変わった「一体どうしたって言うんだ?」と友人たちは。 五郎さんに聞いた。女学校を出たし、あんなきれいな嫁さんだったによ。何があっただかい五郎さんは答えに困った。これってことはなかっただ。あの人もまたこれから嫁に行くだろうしな。本当にこれっていうほどのことはなかっただよ。 友人たちは代わる代わる聞いたしいろいろと近所の噂を探ってみたがそれほど骨を折る暇もなく第一級の情報をつかむことができたそれは篠崎へ貝を売りに行く女が聞いてきたもので結子は五郎さんが男でなかったから帰ったということであった百いく十日も一緒にいて 夫婦らしいことが度もなかった。男として役に立たないから離縁して帰ったと結子自身が語ったというのであるこの種のゴシップはどこの土地でも広まりやすいものだがことに裏カスでは最も歓迎される特報でたちまち少年少女の間にまで伝わってしまった。この 困っちゃくれた少年少女たちは、五郎さんの店の前を通るとき、声を揃えてわめいた。みそのでは、登りもおったたない。この町筋の商店は、店の脇にみなのりを立てているが、みそのは、天明を染めたガタン。のきえひよけのようにおろす幕で、夕方になると巻き上げ、朝になると、 紐を解いておろすのだがその時ガタンと音がするので子供たちはそう呼んでいたがあるだけで上りは立てなかった彼らはそれに引っ掛けて五郎さんをからかいわっと林やし立てるのであった五郎さんはなかなか気がつかなかった父親の方が先にその噂を聞き 怒って五郎さんを問い詰めた。五郎さんはあまりのことに口がきけなかった。こんなひどいペテンがあるだろうか。彼は怒りのために涙をこぼし、恥ずかしさのためにどもりながら砂のバリケードのことを父に話した。おめえにも気もいるだなあと温厚な父親は言った。 そんな砂ぶれ一錠も積んだわけじゃあるめえし、なぜ蹴っぱらって平ていかなかっただ。お父さつんは見ないからわからないが、と五郎さんは答えた。寝床の周りへぐるっと砂をまくところを見てみな。まじないでもされてるみたいで、そりゃあすごいもんだから。父親は想像してみたが、 少しもすごいような感じはしなかった。「砂グレーがなんだ砂が恐ろしくて海へ行けっか」と父親は言った。「もが開けても砂をまいたのはおめえがけっぱらって冷えてくるのを待っていたということだ。そのくれの察しはつくべえじゃねえか。ええ五郎さんは黙った。事情を聞いた父親は。 すぐに嫁を探し始めた。早く後をもらって篠崎を見返してやらなければ、五郎さんばかりでなく、御園の看板にも関わる、と思ったからだ。だが、特報は第一級であり、根深く、広範囲に広まっていた。上りも追っ立た,たないような息子に嫁をやろうという親はなかった。 この間に五郎さんは五郎さんで友人たちとやり合い五郎さんの話が事実なら男として役立つかどうか確かめてみようということになり彼らは五郎さんを連れ出して東京の去る華やかな一角へ押し上がったもちろん感情は五郎さん持ちで事の終わったあと 友人たちはその相手の華やかな女性に守備の遺憾を問いただした裏カスへ帰ってから友人たちはかえって否定的な気分になった「2二時間でよおめえ」と一人が言ったそれも初めてだって雄だに3度も上りがおったったなんて考えられっか買収しただなあ 外との一人が言った女に金靴はおかましただ筆者である私がこの会話を現実に聞いたのである場所は蒸気菓子の裏カス邸で私は36号線のトムさんとビールを飲んでい,いその若者たち3人は隣のテーブルで焼酎をすすりながら 話していたのだ。「今度はこの噂が広まるな私はそう思って五郎さんのために心が痛んだ」「裏和第一の旦那衆である高階さんから私はそれまでの事情を聞いていた」というのが結子の後を早くもらうために五郎さんの父親が高階さんの本家を訪ねて詳しい司祭を 語ったからである予想通り買収したという評判はすぐさま町中に伝わり父親はますます嫁探しに熱中したこういう重複した誹望に取り巻かれて五郎さんがどんな日々を送ったかということはわからないけれどもこの世では真偽の計量が正しく行われることもあるという 稀な霊を我々は見ることができた救いの主は五郎さんの姉であった父親から手紙を受け取った姉が一人の娘を伴われてと北海道からはるばるやってきたのである娘は小柄な体ではあるが健康そうで気量もい子より一段と立ちまさっていた実家女学校中退 年もい子より2つ若かった。五郎さんは彼女と結婚した。式も披露宴も前に劣らず盛大にやった。今度は消防組長の和二球も招待され、彼は主演半ばに酔っ払って、戦犯の失態をわびたという。五郎さんも今度は用心深く行動した。式の行われた2日後に、友人たちを自宅に招き、 新妻の手料理で彼らをもてなしたがそれだけではなく1週間ほど後にはその中の3人を4丁目へ誘ってビールをおごり敵とかチキンサラダとかおごりしきりにビールをすすめてから声を潜めて彼らにささやいた「おらあ初めて見ただよ」と五郎さんは意味ありげな 一種のめくばせを三人にしたまるで今は縁だザクロみてえだっただ三人はちょっと考えてから急に気牲をあげて笑い出し安直子という一人はテーブルを力任せに叩いて気牲をあげた五郎さんが結婚して間もなく篠崎でも結子が 東京へ嫁に行った。1年たって五郎さんの新しい妻が女の子を産んだ時結子は実家へ帰っていたそれが一時的なものかまたも離婚したのであるかは不明だったしその後の噂も聞かなかった。